水上元蔵9月26日から1944年8月4日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。山梨県東厚白郡一宮町出身。水上長光の三男として生まれる。旧正日から中学校を経て陸軍士官学校に進み、1911年5月、同校を卒業し、同年12月。 不評少尉に任官し不評第66連隊付となる。陸軍と山学校で学び、1919年3月から翌年10月までシベリア出兵に従軍。その後、不評第66連隊中隊長、日川中学校配属将校、第一師団司令部付不評第49連隊副官、不評第78連隊大隊長、第8国境守備隊、 第4地区隊長、不評第66連隊長、津連体育司令官、不評第110連隊長を経て、1941年10月、陸軍少将に進級。留守第54師団兵務部長となり、1943年6月、第56歩兵団長に部任される。1944年5月下旬、第33軍司令官、本田正樹中将から、 北ビルマの要衝ミートキーナに、不評第114連隊の援軍として、派遣を命じられる。30日、同地に到着。その後、第33軍作戦参謀、辻正信大佐から、極めて異例な水上個人宛の死守が発せられて2ヶ月以上に、及ぶ、米中連合軍との激戦を繰り広げるが、8月3日同地は、陥落。 水上は死守命令を伏せたまま、第114連隊長丸山坊や大佐に対し、在余の部隊をバーモに交代すべしと脱出を命じた。また、ホンダ中将宛に以下の決別電報を送った。そして、部下の都下を見届けた後、一人でその攻めを追って、自決した。死後、陸軍中将に進級し、個人感情を受けた。新たなる旅立ち新潟自衛隊面白しろンバヤシ。 P143 目撃。日本、家族たちのインパール、水上玄蔵という名の言霊笠詐欺の旗。ありがとうございます。